それに夢中になっちゃってゴールが守れないのは本末転倒だよ、うんうん、始まりました。こんばんは、よろしくお願いします。はい、はい、すごく横向いてない？こっちで皆さんのコメントを漏れなく読んでちゃんとフィードバックするために視線がずれることもあります。はい、今日はたくさん横向きます、よろしくお願いしますそれは振りすぎでしょ、うん、今日コメントなんですけども、はい、西川アンディさんからこのようなコメントがいただきました。西川アンディさんもコメントよくくれるよね。そうなんですよ、毎回ですよ、うん、しかもありがたいですよね。どっちなんだろう、西川さんなのかアンディさんなのか。多分西川さんが本名、多分アンディさんは愛称みたいな感じだと思う。わかんないじゃん、そこ気になるから。これはさ、やっぱ全部ね、うん、アンディ西川さんかもしれないしね、うん、逆にね。あ、時間なくなるからやめましょうか。このようなコメント、ミアを意識しすぎて、結構、やっちゃっていますと。コーチングを考えすぎてポジショニングが雑になってしまったり遅れたりすることが結構あるので、その解決策をよろしくお願いします。これ多分僕が感じたのはあれですよね、1個のことやっちゃうともう1個のことができなくなっちゃうっていうところが、あの、ほころびを生んでるのかなというふうに思っていて、コーチングを考えすぎるということは、まあ、ディフェンスに対しての指示を考えすぎて考えすぎて、あ、やべ、ポジショニング忘れちゃったなっていうところで、僕はどっちが大事なのかなっていうふうなことを考えていくと、優先順位はポジショニングなのかなっていうのは個人的に思います。高木さんはどう考えてますか、お願いします。優先順位って決めるの難しいから、全部やんなきゃいけないんだよ、キーパーって。まあ、おっしゃる通りです、ほ、うん、んまにおっしゃる通りです。だから1個100やって1個90でいいってことはない、うんうんうんから、うん、まあ、こうニアを意識すぎて結構やっちゃってるって、うん、やっちゃってるって何よってなるほど、そこか。多分ポジショニングのミスをやっちゃってるのかな、うん、今日も勉強になりましたっての、多分ポジショニングのコメントでもらったんだよ ね、 そうですね。コーチング考えすぎてポジショニング雑になったり、うん、遅れたりするってよくあるんだよね、うん、だからコーチングに夢中になっちゃうっていうかさ、うん、結構大学生とかに言うんだけど、お前が言ってんのはコーチングじゃねえんだよ、ティーチングなんだよっつって、お前は ティーチャーじゃねえんだからっていう。で、なんでかっていうと、ほら右だ、こうだ、左だ、ほら前行きなさい、後ろ下がりなさいって、うん、別にコーチングじゃないからね、俺からしたら。状況伝えてるだけってことですか。そう、状況を教えてるじゃん。でも我々の仕事っていうのは、うん、コーチングをして失点しないために味方を動かすわけじゃん。でも先生になったかのように、うん、ほらほらほら左、うん、ほらほらほらってこうやってやってる間に、でも攻め込まれちゃって、うんうん、自分のポジションもままならない、うん、でも自分見てたつもりが、うん、そこのティーチングに集中しすぎちゃって、うん、じゃあ見えてないとこはドフリーだったりとかして、じゃあいざポーンって振られた時に、うん、やっべーみたいなのとかって結構ある。だからまあ解決策をピックアップって言ったら、うん、コーチングっていうのは自分が守りやすいように、うん、まあ、あとはチームのやり方にのっとって味方を動かすことで、自分が先生になって夢中になるもんじゃないから、極論だよ、チームがコーチングなんかしなくてもオートマチックにシステマチック守れるんだったら、コーチングはいらないわけだから。それでもやっぱ人間対人間がやることだから、相手のフォワードとかの動きとかに合わせて、前入られるなよって言いながらも、じゃあ前入られたらどうなっちゃうんだろうとかっていうのを、はいはい、考えていくのがコーチングなわけだから、うんうん、そこ間違えちゃいけないかなって思うね。まあ、そこをトータルで聞いていると、解決策っていうのは状況を伝えるではなく、動かすっていうところをフォーカスして、ディフェンスラインと自分の中でこういうこの言葉言ったらこう動けっていう風な共通言語を持つのも一個なのかなっていうのは、僕が今高田さんの話聞いて思ったところです。そうだね。でもとはいえ、俺はコーチング苦手ですっていう人には、うん、ティーチングからやってみようよっていうアプローチはするけどね、うん、まあ、現状を自分の言葉で、目で見たものを言葉にしてやってみようから始まるから、ね、これをやっちゃダメ、あれをやっちゃダメだってわけじゃないけど、うん、それに夢中になっちゃってゴールが守れないのは本末転倒だよっていうのを忘れちゃいけないね、うんうん、西川さんどうですか、聞こえてますか。よかったですね。あ、でもこれアンディさんだから、これ英語でやんなきゃいけなかったかもしれないから、もう一回取り直そうか。ちょっと待てちょっと待て、やり直そうだこれ。しかも英語で話すの。じゃあ今日は、締めとして、あの、英語で、あの、締め、高木さんに締めていただきたいと思います。グッバイ。Thank you. はい。See you.